アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め波打つ強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き、劇的に変わるのかもしれません。皆さんこんにちは、ドーダフェアリチェです。令和4年9月18日、場所は MK タクシーフィールドエキスポにて、2022 X リーグディビジョン3ウエスト第2節、愛知ゴールデンウィングス対琉球ガーディアンライオンズの一戦が行われます。試合開始は先ほど 第2試合の試合が長く延びましたことによりまして、17時20分キックオフ予定となっています。現在その試合に備えまして両チームがサイドライン際に整列したところです。まもなくその試合開始のポイントセレモニーが行われます。両チームの紹介をいたします。手前側に陣取ります黒のユニフォームをまとっていますのが愛知ゴールデンウィングス、1989年創部の X リーグでも歴史を誇る古豪です。愛知県豊田市内の企業チームを拠点として活動しているチームです。長くノンスポンサーでその力を蓄えつつ、苦しい状況にありながら、しかし東海地区を牽引するクラブチームとして長く活躍しております。ここ数年常に X3 のブロック優勝を果たしており、入れ替え戦に4度連続して挑むという偉業を成しておりますが、今のところまだ X2 復帰に至っておりません。今年こその5度目の挑戦に挑もうとしています。対しまして向かい側にありますホワイトのユニフォームをまとっておりますのが琉球ガーディアンライオンズ、なんと今季初参戦のチームです。そしてその通り X3 の秋リーグ初参戦となります。その名の通り沖縄にその活動拠点を置き、沖縄にアメリカンフットボールを作り、多くの方に知っていただこうというその意を買いまして、強い思いからチームとしては2020年に創部。その結成メンバー5人たちがその奮闘ぶりによりついに X3 に挑戦するに至りました。その実戦経験を果たしてこの場で生かすことはできるでしょうか。前半琉球ガーディアンレシーブ、その両雄のコイントスが行われ、愛知ゴールデンウィングスキックオフ、琉球ガーディアンライオンズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージによって行われます。あやエドワーズ様、メッセージありがとうございます。チバリオライオンズ、ゴールデン琉球ガーディアンライオンズに対する応援メッセージありがとうございます。この秋初陣になりますこの一戦、果たしてどうなるでしょうか。その対戦相手は4度この X3 を制覇した強豪チームである愛知ゴールデンウィングスです。この一戦がいわゆる今シーズンの優勝争いを担うかもしれない一戦となる、この一戦まもなくキックオフとなります。まずは愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合が始まります。キックオフキッカーを務めますのはゴールデンウィングスキッカー2番毛利、名城大学出身。かつてキッカーパンターという専任ポジションでありながらチームの代表キャプテンを務めたという逸材です。さあそのキックオフはエンドゾーンに入りましてタッチバック。キックオフのボールがエンドゾーンに入りますとタッチバックとなり、所有権は相手チームの自陣25ヤードからの攻撃と変わります。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生している模様です。フィールド上に黄色いウエスが落ちますと反則発生を意味します。これがいずれの反則にあったのか、その判定を待ちましょう。
キックチームオフサイド。キッキングチームのオフサイドです。琉球ガーディアン、ボールを蹴り出す前に25ヤードから500前進、ボールが前に出てしまいました。この反則がリターンしましたチームに適用されまして、さらに5ヤードの罰体を受けた形で、そして琉球は5ヤード前進した形での攻撃開始という形になります。従いまして琉球ガーディアンライオンズ自陣30ヤードからの攻撃になります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤードを前進し攻撃権継続とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは琉球ガーディアンライオンズ自陣30ヤードからのファーストダウン点、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には10ヤード前進が必要。まずはパスプレーとしました。クォーターバック7番、その最初のプレーをパスとしました。アメリカンフットボールは攻撃の開始地点から後方より1回だけ前に投げることが許されています。しかしこのパスは失敗しますと元の地点に戻され次の攻撃に移る形になります。したがって琉球ガーディアンライオンズセカンドダウン2回目の攻撃に入ります。琉球ガーディアンライオンズ自陣30ヤードからセカンドダウン点、2回目の攻撃です。攻撃権更新には10ヤード前進が必要。今度はランニングバックに託して中央のランプレー、託されました。キャリア33番ハンドオフを受けて中央突破を図りましたが、しかしこれは愛知のディフェンス集まりよくノーゲイン。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。先ほどのランプレーによる獲得距離はありませんでしたので、琉球ガーディアンライオンズサードダウン10の状況となります。3回目の攻撃に入ります。琉球ガーディアンライオンズ攻撃権更新には10ヤードの前進が必要。パスを投じました。しかしこのパスを取ったのは愛知の33番、守備選手が取ったことによりインターセプト、攻守交代となります。ターンオーバー。見事にインターセプトを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス33番の選手でした。これにより愛知相手陣5ヤードの絶好のポジションからのファーストダウンとなります。愛知ファーストダウン2ゴール、残り5ヤード。まず中央へのランプレーを展開します。キャリア35番、中央突破を図りましてゲインは約1ヤード。キャリア35番は水野、日本福祉大学出身。愛知セカンドダウン2ゴール、残り4ヤード。ここは琉球ナイスディフェンス。再び愛知はランプレーにより左オープン突破を図りました。キャリアは30番でしたが、しかしこれは琉球のディフェンス圧力よく逆に約7ヤードロスとしました。託されましたキャリアは30番の近藤でした。愛知大学出身のプレーヤーです。琉球ディフェンスライン面のフロント陣がここに来て一意地を見せ大きく後退させました。愛知サードダウン2ゴール、残り12ヤード。パス不成功。クォーターバック7番、ここで右サイドライン側へのレシーバーにパスを投じました。しかしレシーバーカバーされパス不成功に終わっています。パス失敗によりフォースダウンと変わります。さあ結果的に愛知絶好のポジションをタッチダウンには結びつけることができませんでした。最後の攻撃となりますフォースダウンの攻撃、選択をどうしますでしょうか。フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。託されましたキッカーは2番の毛利。キックレングス30ヤードのフィールドゴールに挑みます。キックは不成功、フィールドゴール失敗。愛知絶好の機会をしかし無得点にしてしまいました。琉球いきなりの危機でしたが、この危機を
見事無得点でしのぎました。サンナミラ様、NF 様、ニューミックチャンネル様、メッセージありがとうございます。琉球この危機を脱することができました。さあ攻撃権を取り戻しました。琉球ガーディアンライオンズ自陣20ヤードからの攻撃になります。自陣20ヤードからファーストアウト。さあ中央へのランプレーから入りました。キャリア33番、今度は相手ディフェンスを縫うように走り約4ヤードのゲイン託されました。キャリア33番は中本、関西大学出身。琉球セカンドダウンの攻撃に入ります。琉球自陣29ヤードからセカンドダウン6、攻撃権更新には6ヤードの前進が必要。さあ再びランプレーすり抜けるように33番、左を2クロ駆け上がり約3ヤードのゲインとしています。中本確実なランプレーで陣地を回復図っています。琉球自陣32ヤードからサードダウン3、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には残り3ヤード。琉球ガーディアンライオンズファーストダウン。ここで琉球はパスと見せかけてドロープレー、裏を返すカウンターのダウンプレーを展開しました。33番中本、これを期待に応え見事に攻撃権更新、ファーストダウンとしました。再び琉球1回目の攻撃に戻ります。エスケンタロ様、メッセージありがとうございます。琉球GO、まさにその通りだと思います。さあこの声援に応えるでしょうか。琉球ガーディアンライオンズ自陣36ヤードからファーストアウト。さあしかし愛知もここでディフェンスが見事なアジャストをしてきます。琉球10番がここでランプレーを重ねようとしましたが、愛知99番がアジャストしゲイン1ヤードにとどめました。キャリア10番は小屋、琉球大学出身。タックルしました愛知ゴールデンウィングス99番は近藤、南山大学出身。琉球自陣37ヤードからセカンドダウン9、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には9ヤード前進が必要。パス成功、パスクォーターバック7番、ここで1点ミドルゾーンへのパス、これをワイドレシーバー3番がタックル受けながらキャッチし攻撃権更新、ファースト。見事なパスを投じました。クォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身。取りましたワイドレシーバー3番は池口、日本大学出身。さあ琉球ガーディアンライオンズ相手陣49ヤードからファーストアウト。さあランプレーに入ります。キャリア33番ハンドオフを受け、右オフタックルをついて約5ヤードのゲイン。琉球ここで初戦の緊張が解けましたでしょうか。勢いのある攻撃を続けています。ここでクロック調整をさせていただきます。みんな沖様、ゴールデンウィングス頑張れ、山ちゃん歴史を塗り替えよう、さまざまな形で琉球への激しい応援メッセージをいただけており、配信している私としても興奮が高まってまいります。その勢いに寄されてか琉球最初の危機を出してから勢いづくかのように陣地を挽回を怒涛の勢いで図っていっております。自陣厳しい位置から一気に相手陣に入り込む状況に持ち込みました。さあ試合再開となります。琉球ガーディアンライオンズ相手陣44ヤードからファースト、失礼しました、セカンドダウン5。
さあ再び中央へのランプ、今度はキャリア10番が中央突破を図りました。相手タックルを浴びましたが、しかし3ヤードのゲインとしています。キャリア10番はゴヤ、琉球大学出身。琉球相手陣41ヤードからサーダウン2、3回目の攻撃です。攻撃権更新には残り2ヤード、エンドゾーンまでは41ヤード。さあランを重ねた。しかしこれは愛知ナイスディフェンス。キャリア33番中央突破により攻撃権更新を図りましたが、しかしこれを愛知99番が見事なアジャストし1ヤードのゲインで止めました。キャリア33番は中本、タックルしました。愛知99番は近藤。近年優勢を誇る南山高校を経営する南山大学出身のプレイヤーがここで意地を見せます。さあフォースダウン残り1ヤードでプレーをします。ギャンブル中央突破を図りました。さあこの判定はどうか。攻撃は更新なりませんでした。4回目の攻撃失敗となりまして攻守交代です。ターンオーバー。愛知ここで強者の意地を見せ見事この攻撃を食い止めました。攻守交代とし愛知自陣40ヤードからの攻撃に入ります。NFさんはメッセージありがとうございます。その声援に応えるべく愛知見事にフォースダウンギャンブルの攻撃止めました。勢いをオフェンスに移すことができるでしょうか。愛知ファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを展開します。託されましたキャリア30番、ディフェンスの隙間を縫うように約4ヤードのゲインとしています。愛知30番は近藤、愛知大学出身。失礼しました。セカンドダウン7に訂正します。愛知自陣43ヤードからセカンドダウン7。パス不成功。ここで愛知クォーターバック7番はパスを投じました。ターゲットは80番だったようですが、しかしこのパスは琉球のディフェンス守りよくパス不成功に終わらせています。愛知攻撃権1つ喪失しサードダウン3回目の攻撃に入ります。愛知自陣43ヤードからサードダウン7、3回目の攻撃です。攻撃権更新には7ヤードの前進が必要。琉球この7ヤードを防げるか。レシーバー9番このパスを待っていたかのようにそのままキャッチして、失礼しました、ワイドレシーバー8番はこれをキャッチして大きく独走、一気にエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。愛知鮮やかなパスプレーにより先制のタッチダウンを上げました。見事なパスを投じましたクォーターバック7番は長浜、大阪市立大学出身。取りましたワイドレシーバー9番は青川、名古屋大学出身です。そしてトライフォーポイント、タッチダウンの後のワンプレーに挑みます。これをキッカー2番の毛利が見事に決めまして1点追加。愛知ゴールデンウィングス7点、琉球ガーディアンライオンズ0点。まず愛知が先制しました。愛知ゴールデンウィングスクォーターバック7番長浜はかつて愛知が X2 に昇格した時のエースクォーターバックです。そしてかつて猛威を振るいました福岡サンズがその X においてあわや一敗地をまみえるかもしれないという大接戦を演じたクォーターバックでもあります。このクォーターバックがこの大一番で復活しました。
さあ見事な先制を決めました愛知ゴールデンウィングスのキックオフで試合再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を上げた側のキックオフで試合再開です。したがって得点をされた側は次の攻撃権を得る形になります。さあ琉球リターンに入ります。さあまくれるか、右オープン展開を図る、そこから切り返す、ナイスリターン。琉球リターナー11番愛知の猛烈なカバーをしかし見事なカットバックによって左右に振り回し自陣20ヤードを超えたところまでリターンとしました。キックのオフサイドブラック44番しかしここで反則が発生していた模様です。愛知に反則がありました。キックオフによるオフサイド、ボールを蹴り出す前にボールが前に出てしまいました。この際その反則の施行地点をリターンチームは選べます。琉球はこの反則を5ヤード下げてもう一度蹴り直す形で選択しました。したがってリキックキックオフのやり直しとなります。三河沖様コメントありがとうございます。長浜選手お帰りなさい、まさにその言葉の通りだと思います。長浜選手が抜けてから愛知はこのクォーターバック問題に苦しむ状況が続きました。優勝争いがこなすことができても入れ替え戦に及ばなかった理由はの一つはそのクォーターバックが定まらなかった点にあると思います。ここへ来て長浜選手の復帰はその転機になるかもしれません。さあ試合再開となりまして愛知のリキック30ヤード地点からの再キックオフやり直しという形で試合再開です。さあしかしこのキックはエンドゾーンに入りまして琉球タッチバックを選択しました。琉球自陣25ヤードからの攻撃と変わります。ケイヤグス様メッセージありがとうございます。8番のビリー選手のナイスタッチダウン、あ先ほどタッチダウンを挙げた愛知の8番の選手を称えていただいているようです。番号が確認しづらかったので申し訳ありませんが8番か9番の選手だったと思います。見事なタッチダウンだったと思います。さあ琉球反撃になるでしょうか。自陣25ヤードからのファーストダウン点、さあその1回目の攻撃をランプレートします。キャリア10番ハンドオフを受け右オープンへ展開、相手タックル受けましたがしかし3ヤードの原因としています。タフなオープンランを決めましたランニングバック10番はゴヤ、琉球大学出身のプレイヤーです。琉球自陣29ヤードからセカンドダウン6、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新には6ヤードの前進が必要。パスだ、今度は琉球パスプレーです。クォーターバック7番先ほどもパスキャッチ決めた3番に再びパスを通しまして攻撃権更新ファースター。クォーターバック7番は藤原、千葉商科大学出身のキャプテン、取りましたワイドレシーバー3番は池口、日本大学出身。琉球再び攻撃でリズムを作りこの差を一気に埋めようとしています。あ山ちゃん様の言葉を見て思いました、ナンバー変更があった模様です。愛知8番は本来10番でありますビリー・ヒューイット選手でした。さあここで琉球ボールをファンブルしましたがなんとか抑えております。しかし結果的に陣地を後退し約2ヤードロストしました。
さあ琉球自陣35ヤードの地点に下げられ、セカンドダウン13の状況に挑みます。さあ外へパスで振りました。託されました10番左オープンへのランプレーによって打開図りましたが、しかしこれはタックルされ、ゲインはわずか1ヤードに止まっています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、愛知ゴールデンウィングス7点、琉球ガーディアンライオンズ0点、愛知ワンタッチダウンリードで第2クォーターに移ります。